今日、穴水町の避難所のトイレに加湿器が設置されました。中に入っているのは水ではなく、厚生労働省が殺菌量として認めている次亜塩素酸水で消臭効果が期待できます。加湿器は製造業者の団体が町役場に寄付したもので、設置しておよそ10分で臭いの強さを示す数値が半分ほどに下がりました。トイレ酒はあんまりしない感じでは、ね